はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、1位になった世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。当時は1億円近く投資をしておりました。2017年は世界第2位でございました。現在はズルトレーダーは FX 統一となってます。今回ね、また新しい画期的なインジケーターを開発いたしました。今まで出してたインジケーターを統一的にね、まとめて低価格で販売することにしました。で、今回のは今までよりか単純なんですけれども、短いバイナリーオプションの取引においては非常に敏感に働き、性能が非常に高いということでね、まだ秘密にしておりますけど、成績の方は日に2,3000円は先日として日に2,3000円稼げるような感じなんですね。まだ昨日1日の試験ですけれども、単純で書いて素直に取引をするということでね、ちょっと驚いた。あんまり考えすぎないでね、複雑に しすぎないで、稼げるインジケーターはないものかということでね、考えたんですね。であんまり複雑じゃないんで、意外と敏感にそれが作用しまして、敏感に状況を判断してくれるということが分かったんですね。で、インジケーターの成績です。今日は6040円ですね。今日始めたんですけど、昨日は2,3000円の利益ですね。金曜日、現在、こういう日付になってますね。28日、9月28日ですね。時間こちらも見れば分かるかと思います。10時47分朝ですね。で、このね、分析をちょっと新しい方式の、ね、全く今までと違う方法のインジケーターで分析してます。これデモですね、全部ね。こちらの方は負けてますけど、5分のバイナリーオプションですね。先ほどの15分で取引してましてね、これも新しいやつですけども、5分はダメかなということでね、同じような設定なんですけど、5分はダメみたいですね。15分の方はすごく有利に働いてるみたいですね。もうそんなことでね、こちらも動いてるんだけども、もう2番負けてますね。こちらちょっとまた設定が違うんですよね。稼げる設定を見つけないと稼げませんのでね。で、こちらの方は素晴らしいなということでね、取引数も雑にたくさん出るわけじゃないしね、これはね、非常に有利なのかなということですね。9月28日、金曜日になっちゃいましたけどね、相変わらず忙しいということで、新しいインジケーターの方でね、今度、取引してみたいなと。今までの中でいいのはあるんです、ちゃんとね、少し利益を取るような。結構バーッと利益取りまして、落ちるときは落ちて、ずっと落ちて、タイぐらいになっちゃいますね。そんなので、今回はもうちょっと敏感にして、いつでもちょっとでいいっていう、多くは稼げなくていいけども、必ず少しはね、稼げるような週でね、週にですね、そういうのをちょっと考えたインジケーターですね。シンプルながら処理が早いということが利点ですね。シンプルにすることによって、分析が敏感に働いて、性能アップさせてるという感じですね。あとそんな感じですかね。今日は晴れでね、気持ちがいいなというような感じですね。GBP ぐらいすぎ。シグナル来ましたね。デモコードですね、こちらね。
ライブでは自動売買禁止ですけどね、ぜひその根拠も守ってください。うん、これどうなの、上がってるけどどうなんだろうね。ね、取引してますね。下に乗る、今5,400円、一つ投資しまして勝ちやすい打ち方をしているようですね。インジケーターの方はまだ秘密でね、公開できませんけれども、非常に単純です。今までと全然問題外のような単純さですね。やっぱりね、今度勝率のいいような波形の時にシグナルをもらうという感じですね。最近発表している無数にあるインジケーターと、それは概念がね、新しく変わって、それに対しては同じですね。いいとこ打ったけど、勝てるかどうかは上がりませんね。時間が来たら、あと1分ちょっとしか僕は取れませんから。どうでしょうかね。今上がってきついところですけどね。まあ、そんな感じですね。いろいろ調整して設定値をね。USB-C。あ、こちらも来ましたね。Windows 10の方ですね。これは何だろう。どんな設定したか忘れちゃったですね、これね。上に変える。なんか変わったみたいですね。パソコンの方は4台、もう24時間ですからね。電気代はもうバチバチ食いますよね。はい、そんなことですね。どうもありがとうございました。バイナリーオプションスペシャリスト社の半前山先生でした。ありがとうございました。